ビンロン省はベトナムの省の一つ。省とはビンロン市。メコンデルタ地帯の中心に位置する。ホーチミン市から南に 135km、関東から北に 33km 離れ、ティエンザン川とハウザン川の間に挟まれた翌屋地帯である。1732年、元福によって開拓された。当時は、リュウコエイに属し、庭園と称されたが、 1779年に、広ロシチンと解消された。1780年から1805年までは、英ーチンと呼ばれ、1806年から1832年まで、再び、英ーキヨシチンと解消された。1832年から1950年に賞に、昇格し、ビンンと称された。1951年から1954まで、ビンチャー賞と呼ばれ、 1954年から1975年までは、再び、ビンロン賞と称された。1976年から1992年まで、急流と解消された。1992年5月5日以降、ビンロンと解消。メコンデルタの中心部にあたり、面積は1496を有している。 統計105度41分18秒から106度17分03秒、北京9度52分40秒から10度19分48秒に位置する。東はベンチ省、東南はチャービン省、西は関東省、北西はドンタップ省、北はティエンザン省に接する。面積は1479.128平方キロメートルと、 ベトナムの0.4%を占めている。ビンロン省は比較的平坦な低地であり、その傾斜は2度より小さい。中心は盆地で形成され、標高はティエンザン側とハウザン側の方へ向かって徐々に高くなる。ビンロンの地層の構造は当地域と同じく、主に新生代の第4期の海の堆積物によって形成された。 ビンロンは大規模なアルカリ性土壌を所有しているが、アルカリ分を生じる地層はかなり深いためアルカリ分の割合は低く、同地域の多少に比べて一番肥沃である。ビンロン省の気候は熱帯高湿で、季節は雨季と寒季に分けられる。平均降水量は1400から1450ミ、mm、リメートル、そのうち一番降水量の多い4月から11月までは年降水量の 約85%を占めている。平均温度は摂氏27度と比較的高い。最高気温摂氏36.9度、最低気温摂氏17.7度。1日の温度差は摂氏7.3度。平均湿度は79.8%、合計日照時間は2400時間。省内のティエンザン川とハウザン川の流域で数万ヘクタールの奇跡度が堆積する。 洪水期の平均蓄積量は3 7 4メートルに土壌が肥沃なため米の生産量が高く産気作が可能である。河川や水路の交わる場所に町が形成され交易、物流、情報の結節点となる。ビンドン省の河川は建設材料とした粘土、砂利を豊富に採取できる。 砂利の埋蔵量約1から1.5億立方メートル。年度の埋蔵量は約2億立方メートルで、主にレンガや陶器などの生産に利用される。ベトナム統計局の統計データによる、ビンロン省の人口は多表の通りである。人口は年々増加していく。人口密度は698人、平方キロメートルと、メコンデルタの1.7倍、全国の2.8倍。 メコンデルタで関東に次ぐ第2位。ビンロン市を除いて、省内の他の町村は人口密度の分布がほぼ同じ。人口密度の一番低いのはチャオン県で一番高い論法県の82%である。1990年から2000年までは自然人口増加率はやや減少した。大都会の関東やホーチミ民主への移住が主な原因である。 1995年の自然人口増加率は2005年に1.13%まで減少し、2010年に0.92まで減少した。平均出生率は2005年に0.48%、2010年に0.2%。メコンデルタの多少と同じく複数の民族から構成される。金属は人口全体の約97.3%。 残りは、クメール人、カジンと他の民族。金属は、各市町村に分散しているのに対し、クメール人は、タムビン、ブンリエム、ビンミン、チャーオンに、カジンは、ビンロン市に集中している。一市一市社六県で構成される。ビンロン省は、昔からティエンザン川の川岸でレンガの生産地として知られていた。民間企業はここ15年。 省の特有な赤いレンガを作り始め、大量に輸出してきた。しかし、世界経済の悪影響を受け、レンガ製造業が衰退した。蛍光業は、省の地理の特徴を反映する。河川が多いため、船は長い歴史で、省の主な交通手段であった。現在、省内には、リンカオフ島、茶ンフ島、ブンリエム不島とマンティット不島がある。 20年の間、章は道路の建設に力を注ぎ、交通システムが大変便利になった。ありがとうございます。